こんにちは、アルベル木工教室の辻です。ビスケットジョインターの基本ということで、お届けしたんですけれども、補足説明でちょっと面白いものを紹介させていただこうかと思います。で、ですね、それがこのラメロという、これもですね、ビスケットにちょっと由来するものです。どういうことができるかというと、ちょっとまた後で紹介させていただきます。で、似てますよね、これ形。これがマキタのビスケットですね。これがラメロチップになりますね。クラメックスという形のものになるんですけれども、このビスケットジョインターでこのラメロを使うことができます。じゃあこのクラメックスという、このラメロのクラメックスというこのタイプは何ができるかというと、家具のノックダウンができます。ノックダウンというのは、つまり、その解体ですね。で、教室でもよく、大きいもの、例えばベッドとかを作って、家に持ち帰りたいと、でも運ぶときに車に乗らないと、だから解体式で作りたいというような形のときにこのラメロをお勧めするときがあります。でですね、このラメロ、どこのものかというと、スイスの電動工具メーカーですねのもので、ビスケットジョインターの理論と同じようにこれを埋め込むというような形のものになります。で、そのラメロのジョイントカッターを買おうとすると、24万円ぐらいします。で、なかなかすごい高価で、僕らも持っていません。じゃあそれをこのビスケットジョイントカッターで、その代用できないかという形で、そのビスケットはビスケットでもちろん、汎用的に使うんですけれども、何か特殊な時、例えば、現場で組み立てたいだとか、クランプがないだとか、そういう時にこのラメロというのはすごい使えるものですので、ちょっと今日はこれを紹介させていただこうかと思います。はい。で、僕らの教室で、使っているものはこのラメロの、クラメックス S18 の、80個入りですね。これを開けるとこういうふうにオスメスに分かれています。で、あとはこういう六角レンチがついてきます。それと取扱説明書ですね。はい。その他にこういうラメロ専用、クラメックス専用の定規がついてきます。すごい丁寧ですね。はい。じゃあどういう構造になっているかというと、ビスケットが半分に分かれた形になっています。これが接合されるとこういう形ですね。ビスケットは通常こういうふうに、雇い座ねの役割をするんですけれども、ラメロは半分に分かれます。ここでですね、このさっきついてきた付属の六角レンチをですね、こう回すと金属が出てきます。この周りの部分は樹脂製で、ちょっと耐久性はちょっと疑わしいところもあるんですけれども、こういうふうに金属が出てくる形になってます。はい。で、こういうふうにお互いの板に埋め込んだラメロを組み合わせて、これを回してやるとギュッと寄ってくれてですね、取れなくなります。はい。で、要はこれをですね、ビスケット代わりに使うというのが、ノックダウン式の家具の時にすごい便利なんですね。はい。じゃあどういう時にちょっと使うかっていうのを、僕らが、扱っている商品製品の方で少しちょっと見てみましょう。はい。これが、アルブルのストアのページですね。ちょっと今はまだ、開発途中で、製品などが、揃っていない状態になるんですけれども、順次アップしていきます。で、ここにある、子供たちに遊んでもらう用のボールプールですね。これを、ラメロで組んでいるというような形になります。こういう形の枠の販売などもしてますので、もしよろしければそのストアのページもご参考ください。ではですね、ここに今ラメロが埋め込まれています。ちょっと見づらいかもしれませんが、こういう形で、板にそれぞれ埋め込まれていると、だから、前回紹介した箱物を作るときとかにもこのラメロは有効だということですね。で、まずこちら側にオス、ラメロのオスが埋め込まれています。で、こちらにはメスが埋め込まれています。で、ビスケットみたいにポンと埋め込むだけでは強度がないので、ちょっと見えづらいかもしれませんが、接着剤を入れてですね、ビスで固定されてます。で、抜けないような形になっていると。はい。で、このオスメスがありますよということをまず覚えておいてください。で、これをですね、こ
こういうふうに接合して六角レンチでここの穴から締めてあげます。締めてあげます。そうすると今カキッというふうにはまりました。実際に現場でその接合しても解体はしないよっていう時はこれはまあボンドをつけておいてもいいかと思います。これでですねこういう形でしっかり頑丈に取り付くんです。はい、ということでですねこれ現場でクランプができないとか、接着時間を、ずっとこう押さえておくわけにはいかないとかそういう時にこのラメロっていうのはすごい重宝します。で1個、340円ぐらいと結構高価なものなんです。1組で、340円ぐらいかな。はい、理論は、ビスケットジョイントのビスケットチップと同じですね。中でこういう風になっているというような形です。はい、じゃあちょっとそのビスケットを使ったこのクラメックス要はラメロの、その加工手順っていうのをちょっと見てみましょう。今回はこういう感じで L 字に組んでみようと思います。でここにラメロが入る感じですね。で墨付けはもう省略させてもらいました。この材料の厚みが、30ミリあります。まずラメロの厚みを測ります。これが8ミリですね。これを真ん中に入れたいとなると 30-8、22÷2 でこの上下は11開く感じになります。でそういうふうにビスケットをの高さを調整しないといけないということになります。でですね11にしたいときに単純にこのこれを動かして11にするわけではないんですね。この台から刃までを11にしたいと。なのでこの刃がまず4ミリあります。この刃が4ミリです。じゃあ、ど真ん中っていうのは2ミリになります。でここを11にするとこの台からこの刃のセンターまでが11ってことになるんですね。13にするとこの間が11になりますよということです。それでまず設定していきます。はい、13になりました。で深さなんですがここにダイヤルでビスケットの大きさ0番とか10番とか変えれます。この刃の深さを変えてあげないといけません。この数字0、10、20の他に英語 D とか S とか MAX とかいろいろあります。その辺っていうのはほとんど使わないのでこの D っていうのを教室ではラメロ用にしてしまっております。してしまっておりますしてます。はい、で、どうやって調整するかというとこれこのまま押すとどこのこの階段状になってるんですけどどこに当たるかによって変わります。なのでここのビスこれを回してあげるとこの深さが変わります。では開けていきます。ここが11になっているってことが確認できたのでまずこの設定のまま開けたいところを開けていきます。でさっき練習で1回ここをやりました。で本番でここで2つやったんですがここが11になりました。じゃあ反対側を向けてもう一回やるとここも11になるから真ん中になるんじゃないのっていうことなんですけど例えばこれをこういう萩ですね萩に使ったりするときっていうのは表側から裏側からやってもらって真ん中を取ったらいいんですが今回はこういう感じで L 字に組もうとしてますのでとなるとこっちから縦にやるときですねこっちから基準でビスケットを開けていきます。この面を基準にして開けていきますので表裏っていうのができないんですねこっち側だと。なのでこういう場合はもう上からこの基準の面からこうかこの基準の面から11その次は何センチになるかっていうのを決めていた方が綺麗にいきます。なので13にプラス4そして、はい17ですね、はい、なのでビスケットを17にします。こんな感じになりましたと。これで一度入るか確認してみます。あ、いい感じですね。
これでぴったりですね。ラメロは、つけた後、先説明あったように回さないといけません。で、回すためのこういう穴がいるんですね。このままだと入れてしまうと回せないので、回す穴がいるんですが、こう外側に穴を開けちゃうと穴が丸見えですので、こういう内側のここに穴を開けようと思います。プラスチックかな、プラスチックのジグがあるんですけど、定規、これをここにこういうふうに当てます。見えますかね、ここに点線がついてるんですね。点線をちょっとね、ちゃんとしたラメロでやってないのであんまり綺麗には合わないですけど、なんとなく合わせます。ここの十字のところに、はい、でここに穴を開けてくださいねということですね。はい、では穴を開けていくんですが、穴の大きさ今回は6ミリでいこうと思います。なんで6ミリかなのかというと、これが4ミリなので、ちょっと開ける遊びを持たせて6ミリにしてます。で、この穴まで貫通すればいいので、一番下まで貫通しないように気をつけてください。この穴が開いてる方にオスの方ですね、オスの方を入れて、で、ここにビス穴が2つ開いてます。ビスを入れる穴が片っぽを締めすぎると片っぽに寄っちゃうんですよ。なので両方を均等に締めてみてください。はい、OK ですね。で、組み立てるときですね、このラメロなんですけど多少遊びがあります。で、このオスの突起の出てる方ですね、こっちに線がいっぱい入ってるんですよ。波線がいっぱい入ってまして、で、こっちに波線のメスの方が入ってます。なので例えばちょっとずらして組み立ててみて、で、これでも入るんですよ。はい、これでガッチリつきました。はい、ということでですね、ビスケットジョイントの基本ということで、お伝えしたその一環で、ちょっとご紹介したかったのがこのラメロです。ビスケットももちろんよく使うんですけれども、そのノックダウン式の家具を作りたいという時には僕らすごいよく使います、ラメロですね。ビスケットジョインターを買おうかどうかちょっと悩まれているという方もいると思うんですけれども、要はクランプがなくても接合できる、六角レンチ1本で接合できるということで、ビスケットジョインターさえあれば、まあ、こういう加工もできますよということで、すごい、面白いものですね、このラメロ。はい、僕らもすごい、ありがたく重宝させてもらってます。ただまあ1個チップが、350円ぐらいと少しお高めなんですけれども、まあそのビスケットを購入されるということであれば、まあ、こういうラメロも使えるということで一つその視野に入れてみて、ちょっとご紹介させていただきました。はい、ぜひ皆さんも、ちょっといろいろトライしてみてください。さっきみたいなこういう斜めの接合ですね、こういうこととかもできます。 DIY とか、まあ、その家具作りにも、一つ、幅が広がるかと思いますので、ぜひぜひちょっとこういうことも、トライしてみてはいかがでしょうかというご紹介でした。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。